エヴァイのことを旅行に大きな人生見たドッキリカーカー。なんとチャンネルアートも夏休み終わりということで、まあみんな頑張ったやんか、はい、そこでエマイ君が旅行を用意してくれたんですよ。そうですね、ほんまに嬉しい。めちゃめちゃいいホテル予約してくれてるんですよ。はい、めっちゃ嬉しいやん。はい、いやマジでもうその感謝したいんやけど、一個だけちょっと嫌なことあるんですよ。一個、ほんま一個だけ。何ですか？エマイがおるんですよマッシュルーム集合してみんなで車乗って行くってなってるんですけど、はい、もうそこで縛り合いますということで、こちらの動画見ていただければ、ご視聴者エマイ毎回届けて出ていきましょう。レッツー生贄楽しいものにはそういうのはつきものそれが北海道さん、はい、北海道旅行ということで行きましたよ、行きましたよ、なんか。いや、ほんまそうやね。そうですよ、でも荷物大事ですか？いや、荷物、2泊3日でしょ。はい、じゃあ、もちろん荷物です。今回、北海道で、その、エマイ君がお金払ってくれるということで、ほんまありがとうございます。ありがとうございます。俺からのプレゼントというみんなね、あの、ナスティポップアップあったじゃないですか。はい、バリ手伝ってくれたんですよ。やっぱお前もね、全員ガードとかもずっといてくれて大成功やって。やっぱこれでファンと触れ合う、そうそう、それ作ってくれてほんまに感謝してる。いやでもほんま、でもそれなんかでもやっぱみんな頑張ってくれてたけどな。なんか今笑ってるけど、何か立てたんかなとか思ってるから。いや、笑ってないです。お前笑顔やっただけやな。みんなで今から楽しめてもな。友達じゃない、友達です。友達はややこしいから見てな、今言わんから。だから俺からちょっと北海道をちょっとプレゼントしていきたいんですよ。もうやっちゃってる。でもどうしたかな、仲良くじゃん。別にこれは全然。いや、ホテルも取ってくれて、もう全部頑張りました。1から100までで、アクティブも、アクティブもみんな好きでしょ。はい、もうありがとうございます。全部予約のみにしました。ただはい、なんか俺らやってもらってばっかでこれ嫌やなって正直思って、俺プレゼント用意してるんですよ。はい、どういうこと？俺に？逆に？逆に。いや、もちろんだから、この旅行で俺ら何もお金払わずに行ったら悪いやんか。はい、いや頑張ってくれてたけど。いや、プレゼント俺ら用意してるんで、じゃ一回座ってもらっていいですか？え、ガチで？え、それは聞いてない。え、これもうほんまサプライズね、今。じゃ冗談抜きでこれ俺も行くんかなと思って。これ、ちょっと座ってもらっていいですか？もう出発。いや、ほんまにそうっすよ。やばいっす。10なで10分で初なんで、今もうあと1時間ちょっと半、まあ、2時ぐらいから4時10分ぐらい前後には入らないといけない。あと40分ぐらい。ちょっとやばいっす。ちょっと急がない。ちょっとプレゼント目つぶってもらっていいですか？あ、もちろん前に用意するんださ。まあまあ、さすがにサプライズ。ちょっと目隠しちょっとしようか。これめっちゃ申し訳ないですけど、これで。いやいやいや、ティッシュ挟んで。あ、ティッシュ挟んで。あ、優しい。いつも言ったらガムテープだけ、これガチやで。じゃ、グー押すなよ。し、し、熱っ。目ん玉じゃん、お前五条みたいな。これ見えてないですか？ちょっとガンガン誰のようになったやつ。つけてます、オッケーです、オッケーです、オッケーです。じゃあ用意しますね、今。ちょっとさすがに、はい、用意し、用意します。はい、あ、滑った。はい、本番のサプライズだね。はい、いや、結構もうもらったりしやんだよ、今ガードから。いいっすか、じゃあ。なんすか？で、じゃあこれもうほんまプレゼント用意してるんで、じゃあサプライズでいきます。じゃあ、まだ目開けないでくださいね。いや、開けへんよ、もちろん。はい、開けられます。じゃあ、みんな、準備 OK？ はい、せーの。あー、ちょっと待って。何やってやる、ちょっと待って、ちょっと待って、おい、おい、ちょっと待って。いや、ちょっと待って、ほんまにこいつ。おい、お前ら、お前ら、俺何かしたかな。俺何かしたなあ。みんな手伝ってくれた。ちょっ、おい、死ぬ、おい。もうええやろ。もうええやろ。もうやりすぎやろ。はい、はい、じゃあお疲れ様です。ちょっと待って、待って、待って、何が、何がお疲れ様です。ちょっと待って、いや、もう、飛行機。待って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 、それはやだ、それは。ちょっと、ほんまに
いやもう飛行機とまずはこんな風にテープをつけますね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、分かった分かった、何でもする、何でもする。はいお疲れ様でした。お疲れ様。あのもう山ちゃん、あの飛行機のデータと予約のホテルのデータもらってるよな。了解です。あと財布も今。了解よ。あ、オッケー。財布も。罪を重ねるんだよ。おい、ちょっと待って。ほんまに待って。これね。なんや。俺らだけで行くんだよ。北海道は。よし、みんな行くか。はい。財布もです。無理じゃん。待て。待て。こき使いやがって、カスが。いいよなぁ。よし行こうか。よし行こう。よし行こう。まあもうまあ因果応報、自業自得、非人道的極悪移動、地獄の鬼もヘドハク修行ですね。はーい、今から行きまーす。あ、レナちゃん来ました。来ました。行ってきます。あ、みんな来てます。マチョもいますね。ちょっとね、あの人数が増えちゃったんで、追加分はエマイクの財布から出しました。はい。ちょっと北海道レッツゴー。行きましょう。ティディー。ティディー、北海道到着。ふー。イエーイ。山ちゃん。はい、イエーイ。ここです。あ、夕日。ここ夕日。超うまいねんな。え、エマイクの財布持ってるよな。持ってます。オッケーオッケーオッケー。死ぬほど食べるぞ。いつも札幌来たら来るところなんで、はい、ラストオーダー30分延ばしてくれました。優しい。ありがとうございます。エマイクまだ縛ったままちゃん。エマイク今この状態で。絶対無理やん。見せなくして何かを得ることはできないんで、はい、その画面越しのあなた、次があなたが犠牲者ですよ。フリーメイソン。メイソン。メイソン。美味しいです。美味しい。これはうまいよ。美味しい。いただきます。これ飛ぶでマジで。うま。もう山ちゃん頬張ってますよ。うま。うますぎて。しのるまい。手を合わせてください。合わせました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあホテル戻ろうか。戻りましょう。ホテル行きます。山、空、川、最高の北海道日和。ジップラインします。お疲れ様です。お疲れ様です。おお、もう帰ろう。おお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 やばいな。やばいっす。楽しすぎて MI に電話するの忘れてたな。確かに一日だったな。一日経ってもらった。あいつもしまだガムテープ外せてなかったらどうする。とりあえず一回電話してみるわ。うん、死んでたら繋がらへんし。出るかな。あ、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。じゃあ、はい、お疲れです。どうしたんですか。お前らマジで言ったな。どう、びっくりした。はい、どういうこと。覚えてる。はい、あれ助けてくれたの従業員でラスティーだよ。ちょ、みんな謝罪したい言うてるんで。
ちょっとさすがにジョー君も謝ってもらってごめんなさい。ほんま、じゃあみんなぶっ倒ぶっ倒みんなすみません。あ、みんな謝る気なんて謝るな。謝るか。お疲れ様です。よいしょ、みんな謝ろう。それか。おい、うつらせとってら。おい、おるやんちゃん。ママ大好き大好き。うん、家族モルドマッシャロかよ。怖いよ。みんな反省し、マジで反省してるんですよ、はい、反省しないやろ。ストーリー見たよ、楽しそうによ、はい、お前が現場監督かどうか知らんけどよ。いや、UAB それで出たいやん。いや、現場監督の貫禄で組んだ勝てるっすよね。貫禄の、うん、監督の貫禄で最後落としたら最後落とした。うん、格がちやん。全員反省しようやな。おいおいおい、ルカ、なんなお前の恐ろいで一人だけちゃう、一緒か、色違いか。でもリアル気づいたんすよ、やっぱエマイクおらんの思んなかったよな。はい、リアルに。それはマジでかなかった。盛り上がりにかけました。それはあるよ。いや、思んなかったっす。いや、正直それマジで申し訳ないなって思って。で、今 LINE でチケット送ったんですよ。今見てもらっていいですか、個人北海道行きチケット。個人で、はい、一応ほんまビジネスクラスで一番いい席取ったんで。え、ほんまや。はい、いいっすか、来てもらって。やっぱエマや、笑うな、おんなよな、お前ら。ああ、いや、みんなこう言ってるから。え、じゃあ今から行くって。はい。え、ほんまにガチで、もうマジで待ってるっすよ、それは。ガチで行くじゃん。ああ、はい、なんでお願いします。待ってるっすね、エマイ君。あ、行く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 。はい、じゃあお疲れっす、ありがとうございました。ありがとうございます。オッケー、じゃあ大阪帰ろうか。もうチケット今日の取ってるから。よし、帰ろうか。楽しかった。楽しかった、行こう。ファンクラブ開催しました。モザイクかかったりとか真っ暗になった動画とか多いじゃないですか。今回のファンクラブレベルアップしてます。今まで消された動画もアップされていくんですけど、過激すぎてほとんどがモザイクかかってる動画をモザイクなしでも上げていきます。毎週日曜日にファンクラブで動画上げていきたいと思います。月額1000円なんですけど、その分高いんですけど、その命に関わることしていくんで安いんですよ。本当にそうやね。そのオープンチャットとかもあります。ライブ配信とかイベントとかも開催しようと思って、チケットの先行発売とか。お、絶対ね、今年中にイベント開くんでね、ぜひ皆さん入ってください。お願いします。